操作パネルの確認表示が点滅しているのは、自動制表記、霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。点滅の仕方により原因が違うため、最初に点滅の仕方を確認してください。3回の点滅を繰り返すとき、それ以外の点滅のとき、3回の点滅を繰り返すときは製氷皿に食品などが当たっていることが原因です。製氷室を空にして製氷を掃除をしてください。詳しくは DVD 使い方、自動製氷機の中の製氷お掃除をご覧ください。製氷お掃除をしても確認が消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。それ以外の点滅を繰り返すときは、取扱説明書のこんな時はをご覧ください。